埼玉県寄居町のピアノ教室アンランテ井上真由美です。音楽は楽しいから本物の音楽につながるレッスンをしています。今月の10月はグループコンサートがあります。毎月1回行っているグループレッスンのメンバーで行うコンサートなんですが、ピアノ教室アンランテでは春には大きなホールで発表会があります。これは少し緊張感のあるコンサートなので、10月に行うグループコンサートはいつもの教室で仲良しのメンバーで行うちょっとリラックスしたコンサートになったらいいなと思って企画しています。生徒たちは今まで弾いた曲の中から3曲選んで弾くことになっています。それからお客様を楽しませる演出というのもお願いしていて、クイズをする子やモノマネをする子とか、あと曲に合わせて絵を描いたり工作を作ってきたり、大きな子になると曲について調べたりとか、作曲家のことについて調べてきたりということもしてくれます。そしてあとはプログラムもお願いしているので、こんな風に自分で絵を描いたりとか好きなものを飾ったりとかして可愛いプログラムをみんなが頑張って作ってきてくれています。あとは、土日を使ってコンサートパーティーというのをしているんですが、ここではみんなでおやつを食べたり私の演奏を聴いてもらったり、音楽のゲームをします。私も生徒たちと一緒でプログラムを今先生と作っています。それから演奏は、今年は生徒たちも レパートリーがたくさん溜まっている子には、季節の曲を1曲入れてもらうようにお願いしているんですが、今まで弾いた曲の中から夏っぽい曲、冬っぽい曲とかで探してもらって選曲してもらっているんですが、私も今年は、春の曲を、2曲演奏します。で1曲は桜桜ですね。でこれは日本の曲ですが、ピアノでアレンジされたものを、演奏します。これも素敵なアレンジなので、みんなに聴いてもらうのがとても楽しみです。もう一つはグリーグの春に寄せですね。あと他はいろんなジャンルの曲を選曲しようと毎年心がけているんですが、私が作った曲も今年は、演奏します。そして、あとはゲーム、音楽のゲームをやるので、こんな風に音符のカードなんかも一生懸命今作ってみんなに楽しんでもらえたらいいなと思って準備をしているところです。でこういう脳の発展で、自分でプロデュースするようなコンサートをお家で開いて、お家の人に聞いてもらったり、お友達に聞いてもらったりっていうのができたらすごく素敵だなと思っています。ピアノ教室アンランテのホームページ、ブログ、YouTube は下の説明欄からご覧ください。ありがとうございました。